アドバルーン、アドバルーンとは無人の軽流気球や風船を使った宣伝方法の一種。広告気球。日本では主に屋外で水素やヘリウム入りの軽流気球で宣伝文の布を吊り上げる広告手法を指すことが多い。アドバルーンは広告を意味するアドと気球を指すバルーンを組み合わせた造語であるが、その造語の元となったアドバタイジングバルーンは アメリカ合衆国などでは、アドバルーン広告に留まらず広告宣伝用途で利用される気球や風船全般を指す言葉として用いられている。アドバルーンとは主に広告宣伝目的に使われる大体直径2メートルから3メートル程度の球形の軽流気球のこと。また、アドバルーン広告とは、その軽流気球の浮力により、 気球を20メートルから50メートルの高さに上げ、横幅1メートル、高さ10メートル程度の宣伝文のバナーに1文字が、縦80センチメートルから1メートル程度、横1メートル程度で枠抜きした文字を配置したものを空中に吊り上げて、屋外の不特定多数の人々に、場所の目印と共に宣伝メッセージを表示するもので、日本で発祥した広告手法である。 屋外のアドバルーン広告は夜間においても、気球内照明やバナー照明などにより広告の掲示は可能であるが、強風による事故の恐れもあり、掲示中は昼夜を問わず常時監視員が配置される。アドバルーンの軽流気球には、不要ガスに可燃性もある水素が使われることもあったが、ン火爆発の恐れもあることから、火災防止の観点から不燃性のヘリウムに徐々に転換していった。 アドバルーン広告は、都道府県や市区町村が制定する屋外広告物条例の制限により、地域や施設により掲用のできない禁止地域や広告の際の申請等が必要な場合がある。2.26事件で釣り上げられた投稿を促すアドバルーン軽流気球で広告文を釣り上げるアドバルーン広告は、日本では1913年に化粧品会社が使用したのが最初とされる。 当初は広告気球と呼ばれていたが、第一次の流星期を迎えるにつれ、昭和初期以降は、アドバルーンの語が広く定着した。1936年の2.26事件では、反乱将兵の鎮圧のため、帝国陸軍は、ビラやラジオ放送と共に、直命下る軍機に手向けか、船と書かれたアドバルーンを使用した。 1930年代末以降になると、気球は兵器としても使用可能なことから民間での利用には政権がつくようになり、やがてアドバルーン広告は禁止された。戦後しばらくも GHQ の命令により禁止されていたが、講和条約以降は解禁され、昭和30年代から40年代には大量に用いられ、第二次の流星期となった。アドバルーン広告は、 広告幕の文字の大長の制限から広告を見るのに適した距離や高さがあり、日本の都市部では超高層ビルの林立により宣伝効果が失われ、またコストが高いため懸垂幕をはじめとする様々なビル壁面広告に多くが置き換わったため、ほとんど見ることがなくなった。また、広告宣伝手段の多様化、発達により相対的に コストパフォーマンスが低下してきたことも指摘されている。屋外用、アドバルーン広告が衰退してから、屋外用として主に使用されている場所は、郊外の低層階の店舗やイベント会場、展示会場などである。そして、屋内展示場、日本市会場、イベント会場、大型ショッピングセンターなどの室内装飾に用いられることも多い。広告文を、 軽流気球本体に巻きつけて軽流するものや、宣伝文はなく自動車や、魚、企業のキャラクターの形状などの変形気球が使われたり、屋内の展示場で屋上から吊り下げて使われるように、気球自体がブースの目印や広告媒体の役目を果たすものもある。従来型の紅白アドバルームは、最盛期に比べ数は激減したが、今日では逆に、 物珍しさによって利用されることもある。また、住宅展示場などでは、場所案内への目印として使用されることもある。また従来の紅白アドバルーンにとって代わり、特注品の変形バルーンが多くなっている。これらは、キャラクターや隠しメーカー品、企業ロゴなどがかたどられたもので、趣向を凝らしたものである。他にも、室内をホバリングする、飛行船や出入り口に取り付けられる。 エアアーチといった応用商品も多く、これらは皆アドバルーン製作、形容の技術を応用、発展させたものである。さらに、玉川がスクリーン加工され映像装置を内蔵したバルーンも製作されている。業界では、これらを含めた宣伝広告用のバルーンをまとめて、アドバルーンやインフレータブルバルーンと呼んでいることが多い。アドバルーンは広告利用のほか 高架電線の設置、保守点検、撤去作業や環境観測に使用される軽流式の気球や飛行船は同系列の技術を使用している。また、アドバルーンを利用した空撮や垂直測量などにも実用的となっている。ありがとうございます。